どうもピアキングです。今日はトロールやるかわかんないんだけど、なるべくいろんなコースやっていきます。でまず始めるコース、一発マリオナンバー204。なんだこれ、全くゴールさせる気ないじゃんか。だからいちいちサムネに突っ込むなって。これね、サムネを見る感じ大量のチョロプーがいて、そのチョロプー全員が大砲を乗せてんのよ。で難易度星マックスだからめっちゃ難しいんだろうね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.36%。 まあ僕の予想はね、どうにかして上に行って上からゴールしろっていうコースなんじゃないかな。そうしないと右に進めないような気するんだよね。さあ始まった。これは右に殺傷能力高すぎんだろ。こんな大量に弾出されたらどうすりゃいいの、この隙間か。いや絶対最初の弾抜けれると思うよ。ただこの弾抜けた後よ、次はどんな感じで来る。こんな無理に決まってる。意外といけんな。次はどんな感じだ。無理に決まってるでしょ。何これ、上に行けって言ってもさ、こんなに弾が出てきてたら上に行く隙間なんかないですよ。俺これずっと避ければいいのか。いつかは勝手にこの砲台たちいなくなるみたいな。あ、なんか今行けそうだったね。こっから、あこりゃ今日は見つけたぞ。この弾を避け続ければいつかは上に行けるタイミングの弾があるということですね。だからこの弾を避け続けようじゃないか。これは3回目はまだまだ、4回目かい。そうこれが4回目だ。黙れ、そんな思んねえ言葉誰も聞いちゃいねえんだよ。お前の実況すら思んねえんだから、さっさクリアしてくださいよ。じゃあここ、あ待てよ、これさ壁キックすればいいんじゃない、砲台を。そして砲台が出た瞬間上に行くみたいな。ちょっとそれ開幕できないか試してみるわ。いや違うんだって、俺がやりたかったのはここを壁キックだ。全然進んでないって、この人画面から。いった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 、これはいける、なんでよ。ゴールできないんだよね。じゃあどうやってゴールすんのよ。あそこまで行ってゴールできないはないでしょ。なんかね、全然ゴール前に触れれなかったんだよな。じゃあ一旦ここ右に来いってこと。チョロプー右に来てよ。ちょっとお前それゴールできないパターンのやつだって、これ。どうやってゴールすんの。あ、ちょっと開いたね。いやそれ絶対触れちゃうやんか。頼むって、ゴールしろって時間がないんだって。上に行って何かをしなくちゃいけないのかな。絶対そうだと思うんだよね。でこのチョロプーがなんか挟まっちゃってるからさ、こっちに来れないんだろうね。じゃあどうすればいいの、これ。おい、なんかさっきの人の動画違うよ。それでもダメなんか。最初から意味わからんで、この弾避け続けてみようか。そうするとさっきと挙動が違ってゴールが開くかもしんない。あ、なんか開いたね。あれゴールできんの、さっきと似たような感じだけど。こっから上にどうにかしていきたい、行きたい行きたい行きたい。こっから壁キック、そして上に行けばいいんだ。よしよしよし、これ助けてー。もういいって、早くクリアしようぜ。このコース同じ場面ばっかでみんな見飽きちゃってるって。でこの弾を2回避ければゴールポールが開くっていうのは分かった。そしてゴールすればいいんじゃないのか。頼む、早くゴールして。やったこれさ、砲台の位置の判定っていうのかな、それマジで分かんないね。ゴールポールに全然触れなかったもん。でもすげえ楽しいコースでした、ありがとうございます。あ、見て見てみんな、最速いいね、最速取れました。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、テトリス99チーム。説明文にミュージックアレンジドバイ SM ピアノって書いてるんだよね。まあテトリスって言ったらあの音楽だよね。テンテレ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 テンテテン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 みたいなやつで、その音楽以外にテトリス要素を含んでんのかな、このコース。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.82%。 で最近さ、ヨロバシカメラの歌を歌ったと思うんだけど、下手すぎて気分悪くなったっていうコメントが。僕はもう歌なんか歌わない方がいいのかもしんない。特にこういうミュージックをちゃんとミュージックになってる。いやめちゃめちゃ楽しいねこの音楽。さあここでやばいよー。オートスクロールっていうのが分かればもうこっちのもんなんだよ。でこういう音楽コースってね、あんまり喋んなってよく言われるんですよ。ならなるべく無言プレートさせていただく。でここのドッスン同攻めで下から行けばいいのか。そしてピンコインゲット。でここはうわー、ワン、ツー、スリー、フォー、テトリスの音楽聴きながらラマリベをやれる。これはとても画期的だと思わないかい。そして2番は、全
って黙ってない、え、怒らないから、マジで黙れって結構言われるんだよな。これじゃあパイブロックを叩いてどうすればいいの。本当にね、音楽が聴きたい方いると思うからマジで黙るわ。ガチでめっちゃ言われるのよ、本当に黙ってくれませんかって。だからそういう人のために僕は黙りたいと思いますよ。皆さん聞こえていますか、この音楽。僕の声で聞こえないでしょう。そうだ、僕は全く黙る気なんかないからね。こんなんバカやってたらマジで嫌われちゃうって。ドクロ来いよ。黙ってやることは簡単なことなんだけど、それでは実況者の流すたるってもんだよ。だから僕は絶対喋り続けながらやるよ。ここめとピンクコイン、そして目ざわりな俺。今日さ、マリメの動画を上げてる人の中で世界で2番目ぐらいにはうざい自信があるね。これいける、右のから、よし。中間はよしよし、ここはやっぱオートスクロールだよな。え、なにこの音楽、ちょっと待って、マジで聞いていい、わからんって。この曲もテトリスなのかな、なんか聞いたことありそうでない感じなんだけど、まあ、テトリスをやってる方だったらわかるんだろうね。あんまりナインティナインやったことはないからさ、一時期無料でやってたじゃん、あれめっちゃ面白かったんだけど。一緒にやっちゃう、なるべく早く先に進まなきゃ絶対ゴールできないと思うよ。だから先を見ずにチャッチャ行こうじゃないか。この石エンジンに乗ればよかっただけで、パウで、このリートは乗ってオーブ、問題ない、なかなかいい調子なんでねえの。こっからわかるか。ダイヤのゴールは近いぞ、期待しないでてくれみんな。このテイクで必ずクリアしないと思うから、ドクロレッド、マリの人生オフ。なんかね、実況とかどうでもよくなって、ただただ純粋にマリオメーカーこのコースを楽しんでる。いつもさ、トロールコースばっかりじゃん。でここからどうすればいいの、このメーカーに乗ればいいのか。ゴールなんてねえの。ありがとう、上から何か降ってくるとかは。あ、上に行けるんだね、なら息アップをしようと思ったけど、これは全部ピンコインじゃねえや、鍵を集めてるから、この鍵ドアに入れるっていうもんだね。さあ、この鍵扉の中には何がある。え、これエクストラステージっていう感じじゃないよね。あ、これあれなんじゃない、エンドロールの感じなんじゃない。あー、なるほどね、ありがとう。まあ、この子たちが演奏してくれてたっていう感じなんかな。まあ結構どうでもいいんだけど、ここカットしていいかな。これさ、2番もあるんじゃない、このエンドロール。多分こっから右に進めももうあると思うんだよね、ドカンが。絶対そうだよ、2番もあるって。もうここいらないと思うんですよ。ほらほら、なんか今度はシャキーンしてるしさ。あ、今度バネがある。え、このバネ何、これ当たれんのかな、なんかハンマーブロス来てんじゃん、これ当たれるんじゃない、ジャンプしてこい。いや、してこねえのか、ここで、うわ、来た来た来た。あそこでやられるやつなんて絶対いねえだろ。今ね、心の中でお前やられるよって思ったやついるんじゃない。それは僕です。さあ、ここはもう終わりだと思いますよ。いや、本当にね、すごい楽しいコースでした、どうもありがとうございます。なら、てっぺんを取ってゴールしようか。テトリス泣いてない、エンドロールぐらい黙れよ。すいません、口がね、いつもついつい勝手に動いちゃうんですよ。ガムテープを口につけたまま実況しようかな。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、世界一強いクッパジュニア一発マリオ実況者へ挑戦状60で、説明文にクッパジュニア、僕最強だからマリオ、はあ、このコースはね、丸々で足場を取られながらクッパジュニアを倒していけっていうコースなんじゃないかな。なんてバカげた面白そうなコースなんでしょうね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.67%、 絶対難しい。足場を丸々に取られるだけだったらまだいいんですよ、ただ上にも設置してたじゃん。だから大ジャンプしすぎるとその丸々に当たって変なところに行っちゃうみたいな。しかも風もあんの。風あり丸々ありであのクッパジュニアを倒していけとかめっちゃ難しい。このコースが、ちょっと待って、これ時間確認していい、時間は30秒ある。じゃあここは左を心配でクッパジュニア避ける。あ、このバネの上乗れんのね、ちょ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 。これ確かにこのクッパジュニア世界最強かもしんないね。でもこいつを倒して世界最強のマリーになるんだ。上の丸々邪魔だな、頭パッカー。これさ、悩んでる時間もあんまないのよ、30秒しかないから。初手速攻踏めないから、ここ踏めそうっていうのは分かった、この辺だ。何がだよ。皆さん早めに言っておきます、このコースは僕から何も生まれない、ただ規制を発するような声ばかり。ちょ、いや、なんか踏めたね。え、なんか右を心配したら勝手に踏めたんだけど。いや、これ2回目いけるか、頼む、風来たよ風。お
前こっち来いって、ハンマーばっかり投げなくていいって、お前自身がこっち来いよ、残り時間15秒しかねえんだ、このトンカチ野郎が。え、1回目右を審判で踏めんの、踏めんじゃん、それさえ分かっちまえばもうこっちのもんなんだよ、じゃあ一旦左逃げておく。なんで楽しいかそんなこと。早い、まあそんなね自信は食らわないけど、これ右に行くのめちゃめちゃむずくない？早く、よっしゃ2回目、残り何秒、これ時間間に合うから、早く生き返るって、これ踏め、ペガー。これ何度かやって分かったんだけど、このクッパチュニア起き上がった時はハンマーを出してこないっぽいんだよね、ちょっと時間差があるの、ほら結構遅いでしょ、だからお前何踊ってんだよってことは、このクッパチュニアが起き上がるタイミングで早めに踏み続けることができれば簡単にクリアできると思いますよ。これで2回目だ。さあ逃げろ。3回目はどこに来る、ストライクフローラーしたって、これ3回目はね、お前が世界最強のクッパジュニアかなんだか知んないけどね、所詮は課金して強くなってるだけのプレイヤーなんだよ、そんなやつがこんな無課金の僕に立ち向かってるなんて恥ずかしいと思う。3回目はどこだ、ここか、よっしゃー。早く間に合わなきゃ、時間がないよ、これだ、ニュー、何で見れてないけど、このままゴール、よーボールに立てつくんじゃねえぞハハハハ。最後なんて言ってたか全然わかんないね。でもいいもんでクリアできたから僕が世界一だ。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ネタ左向いて右に走るマリオ、左プラス Y って書いてるんだけど、まあさっきまで難しいコースばっかりやってたからちょっと簡単なの挟もうか。これね、コース面の通りに操作したら左向きに走るじゃん、それなのに右に走るって面白そうじゃない。それじゃあやっていこうか。クリア率は 65.85%。いや絶対めっちゃ簡単だとは思うんだけど、相当可愛いと思うよ。左向いたまま走るでしょ、どんな挙動するんだろうな。こっから左をシェイパーします、そしてなるほどね、こういう作りで左向いたまま走るのか、いや面白い。これでこれ最後に、あ、ここでゴールがあるっていう感じで、じゃあこのドアなんだろうな、もう一回最初戻るみたいな、あーもう一回できますよみたいな、ちょっと右を進化してみていい、右を進化したらめっちゃ速くなるみたいな、あ、特にそういうわけじゃないんだな、この右向きのレールは全然加速しないんだね。いやすごく癒されるコース、ありがとうございます。ちょっと待った、もっと可愛い絵が撮れるんじゃないかなと思ってもう一回試してるんですけど、こっからしゃがみを進化したまんまになったらどういう動きを、おいマリ、それが一番すごいぞ、ケツプリンしたままずっと右に進むなんてさ、左を進化で左向きに右に走るよりそっちの方がすごいと思うぞめちゃめちゃ可愛い、しかもこんな勝手に数字これ面白い、最高のコースありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、1-1バッドイーツはトロールレベルシャープ DGR、 1-1だけど騙しコースということですね。騙しコースやりたくなっちゃいました。でもこのコースね、クリア率は低いけどそんなに長くないと思うんだよな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.42%。 いやー、ここで言う話じゃないかもしれないけど、サムネめっちゃ凝ってたねさっき言えよって話だよな。さあ今日はどんな1の1か、トリプル花親じゃん。じゃあまず左に逃げます。そっちもいいのか、これ右間に合うんかな。あ、間に合うのか。そしてこのハテナはコインか、やっぱりねアイテムとか取らせてくんねえと思うよ。でこのオンオフは、いやすげえ怪しい、上から何か降ってくるみたいな。そういうこともないのか、なんで何か降ってこいよ、ここ隠しブロックあるんだろ。分かってる分かってる、どんだけ騙しコースやってると思ってんだよ。いや待てー、これ最初のオンオフブロックなんだろうな、一旦押してってみようか。最後にオンオフブロックがあるかもしんないもんね。でここ下降りない方がいいと思うんだよな、まあ、一旦降りてってみようか。隠しブロックはない。え、こんな優しい世界でいいの、三つ路とか入れない。いやだめか、しかしこれは2だね。3-4-5-6-7-8-9ピッチだ。で僕はね分かってるんですよ、4つ目の土管入ったところでどうせ罠だっていうことかな。ノーじゃねえんだよ、何もしょうもない、ザコは引っ込んでろ。やっぱりトロールはこうでなくっちゃね、面白くなってきたぜ。隠しブロックはないのか、貴様でも分かっちゃったよって、この隠しブロックの流れキノコ様がある、でこいつを踏んで右に行けと。いやこれ越えれなかったから、じゃあこの場所でお前来んだよ、今すぐ帰ろ。これねどうにかしてキノコ状態のまま右に行けそうな気するんだよな。いや消しちゃったで、ここでしゃがんでおく、ですぐ逃げる
頼む、ここ何もないで。トロールコースをするたびに心が踊ってるぜ。じゃあここ早めに右で抜けていいけど、そういうことだ。ここはスターとかあんのかい？この場所はスターはねえな。アイテムの場所に魚が隠してるっていう感じなんかな。じゃあこれも魚なんでねえの？絶対どっか魚隠してるって。一番右叩いてみようか。すげえ気になるもんな。でも下に降りるのがすげえ怖い。お前ら邪魔すんなって。もう踊り狂うなって。踊り狂うのは僕の心だけでいいんだよ。何うまいこと言ってんだ。さあここは絶対ドスを押してくるよ。あ、意外とこの辺なんもないのだ。まったく何もないと似合わせておいてドスを落としてくる行動テクニックで。もういいってそれ。もうゴールが近いでござんすよ。この時計は入れないね。じゃあ隠しブロックを叩いてゴールの元まで行こうじゃないか。ここに隠しブロックはない。さあこれでゴールなんじゃないの。来た。はっ、え、何あれ。できるじゃん。なのさ、お前はなんで。もういいって。これ右に行けばさ、あの砲台いなくなるのか。なんだそれ。どっちなんて言うんだい。俺最初のオンオフしたらいけなかったんじゃない。そうしたら最後のあの砲台いなくなるみたいな。いや絶対そうだと思うんだよな。ただこのオンオフをしないことによって罠が変わってるっていうこともあるもんな。まあいいや、このまま一旦行ってみよう。なんか変わってるっていう感じなさそうだな。じゃあ最後普通にゴールさせてもらいますよ。でここでドッスン振ってきます。で砲台がいなくなってるかが問題なんだよな。いや絶対いなくなってると思う。そうしないとゴールできないもん。あんな隙間に入れてか。だから邪魔すんだよ。そんなトロールでもなんでもねえじゃんか。もうかけていくよ。これくらい。だからもうおかしいって。違うゲームになってるって。これどのタイミングでいけんか全然わかんないのよ。いくよこれ。いけんの。いけたな。いやすげえ楽しい一の一でしたね。どうもご視聴ありがとうございました。